本日のシティミオジェス。ブラックです。ということで、今回もセミニングレバープ2020やっていこうと思うんですが、レート戦が達成したということでですね、まあ試合動画はね、上げたんですけれども、今回はちょっと人選徹底解説をね、していこうかなと思います。このスカットで行ったんですけど、まあ結構やっぱりね、今ね、人選とかの解説してても、やっぱ IM 選手とかレジェンド選手が当たり前のように入ってて、まあ結構コメントでも来てるんですけど、やっぱ IM とかレジェンド持ってないから、ちょっと参考にならないっていう、あのコメントもいただいてるんで、最後にですね、この IM とかレジェンド選手を持ってない場合で組むとしたら、こんな感じのスカットみたいな、まあ、通常選手で一応組んできたんで、最後にお見せして、最初はこの要はスカットを見てもらうんですけど、各ポジションに求めてるその能力値であったりとかスキル、なんでこの選手を配置してるのかっていうのを言ってから、最後に通常選手でスカット組むならその選手たちになりますよっていうのを紹介したいと思います。はい、まず監督はですね、キケセティエンということで、ただセティエンが今形変わってて、この形取れないんで、はい、どうしても真似るっていうか、はい、あの近づけたいんだったら、まあ、4-3-1-2 の、 そのシメオネとかサントスでも、まあ、攻撃タイプがちょっと違うんですけど、うん、まあ、細かい部分はちょっと違うけど、まあ、似たようなことはできますね。持ってない人はシメオネとかサントスとかでもいい。で、まあ、人選をね、パッパッとまず言ってきます。まずクルトワなんですけど、このゴールキーパーが、まあ、あの絶対重視してるのは190以上ということで、うん、まあ使用的には多分一番、使用感的には一番いいですね。だクルトワ考案が安いよね。そうで、もなんですけど、やっぱベンチに入れてるジャンルイジドンナルーマということで、ここもキーパーやっぱり、まあこの2枚が強いかなということで、ドンナルーマやっぱ190超えてるん で、こっちは考案7なんで、これ絶好調になった場合じゃあどっち使うかというとクルトワ絶対使います。でディフェンスはですね、方針 B を引いているんですけれども、まずプジョル、クリバリ、キャンベル、マルディンといった感じになってるんですけど、まあこのセンターバックに求める数値とか能力値なんですけど、一番最初に言うことは多分みんなもね、あの意識してると思うんですけど、中央の2枚のセンターバックはビルドアップをもちろん置いてない。ハードプレスだったり、まあ、他のセンターバックを結構置くっていうのがありますけど、はい、これビルドアップ気にならないんだったらビルドアップ置いてもいいんですけど、はい、まあ、ちょっと食いつき方がちょっと違うんで、そうなるべくその裏取られたくないっていうのを最大限ケアしたいんだったら、はい、まあ、そのビルドアップ持ち以外であの組むのがいいのかな。あと2枚に、まあ、求める能力値なんですけど、まあ、ここは圧倒的に、アグレッシブネスと一番多分大事なのがフィジカルコンタクトですね。キャンベルもフィジカルコンタクトがやっぱり結構高いんですよ。高いとか99なんですけど、うん、ちょっとじゃあディフェンスセンスとかボール出しとかアルティメシムスって他のね、あの CV に比べても低いかもしれないんだけど、ここがまず大事ですね。フィジカルコンタクトっていう部分が、まあ、2枚の中央のセンターバックはビルドアップ持ちではなくてっていうところの次に大事なところかなと思います。で両脇のセンターバックなんですけど、1枚はワンパ持ち欲しいんですよね、うん、っていうのでやっぱりプジョルを置いてて、まあ、プジョルがね正直結構替えの効かない選手でもあるんですけど、やっぱワンパ持ちっていうのがまず最優先で、どうしても結構この 4CB 引いてた時とかもそうなんだけど、オンラインとか回ってる方分かると思うんですよ。ボールを取った後とかクリバリとかでボール取ってさ、苦し紛れにプジョルとかいたした時に体勢悪い時あるんだよね。プジョルのワンパ持ちを持ってるか持ってないかでその後の対処が全然違って、ワンパ持ちを持ってるとそこをねスッとこうパスを前に当てられたりとかして、その状況を打開できたりとかするんですけど、うん、これ持ってないセンターバックとかだとなんかね変な方向にあのパスが行っちゃったりとかしてっていうのがあるんで、すげえ細かい部分なんですけど、あの 4CB の1枚はワンパ持ちのセンターバックを入れておくのがいいのかなっていうのは思ってます、うん、でもう1枚のマルディーニなんですけど、やっぱここはあのボディコンとフィジコン結構高いセンターバックを配置してて、まあ、あとは全体的にあのパス系の前目の数値とかもやっぱ高いっていうのを、まあ、もう片方は入れてるっていう感じですね。まあ、両脇は結構パス出すことも多いんでね、はい、そこら辺の前目の技術も求められるという。センターバックどれも前目の数値があった方がもちろんいいんですけど、はい、2枚のその真ん中のセンターバックは本当に体重視ガチガチで、サイドはどちらかというと体重視なんだけど、まあ、ちょっとあの足元待ってほしいな、ね、みたいな感覚ですね、はい、で DMF は、まあ、アンカーを落ちなくてハードプレスなんですけど、まあ、ビエラということで、まあ、この選手も結構唯一無二な存在なんですけれども、やっぱビエラはこのやっぱ 4-3-1-2 の場合ってこうクライブが上がった時に何回も言うんですけど、やっぱ行き詰まったりとかする時にすげえ上がり見せてきて、やっぱ攻撃に加わってくれることによって、まあ、攻撃の幅が増えるっていう、まあ、それはね実際にあの試合動画を載せておくんでこれ出てるシーンがあるんですけど、クライブ越して上がってきて攻撃参加するシーンとかがすごい良かったりとか、あとはやっぱり DMF に求めるのは、まあ、圧倒的なそのディフェンスセンスとかボール出しとかその部分がある選手、まあ、ハードプレスをね一枚ここ置いてます、うん、で脇はね2列目とハードプレスのイニエスタとカンテなんですけれども、ここも結構そのこだわりがあって、やっぱり片方の CMF ってやっぱ2列目を置いとくと、この監督自体がまずポゼッションなんで、うん、結構ボールを持つ時間が長いんですよね。で相手はこうベタッと引いてこう自分たちはこう回してるみたいな、やっぱ2列目からの飛び出しを入れておくと結果的にこうグッと上がってくるんですよね。
ここがこう上がってくることによってちょっとアクションが起きるんで、相手のその例えばカーソルがこのイニエスタについていったことによってちょっとこのバディが浮くとかっていうのが起きやすいんで、まあ攻撃的な意味で1枚2列目、うん、で一番ボールが持ちやすいイニエスタっていうのを置いて、もう1枚はここも結構ボール持つ時間が長いんでカンテで結構ボールが持てて守備に全振りしてるみたいな、うん、選手を配置してこの3枚バランス取ってる。まあでもこの2人ってワンパも持ってて、うん、実はそこら辺もすごい大切というか、中盤系も3枚のうち2枚は、うん、あのワンタッチパスを持ってるとすごいいいかなっていう感じはします ね、はい、でまあ OMF はクライフでここ2列目から飛び出し、うん、まあワンタッチパスっていうのは絶対必須なのかなってことで、で2トップは、バディとまあトッティなんです。これアイコニックになってますけど、トッティも結構唯一無二でフィジカルとボディコンが強いワンパワンシュー持ちの選手なんですよ。まあ、もちろんオフェンス選手から決定力まで高いんですけど、とりあえずやっぱ一番欲しいのはワンパワンシュー持ち、この2枚に関してはね。でここもフィジコンとボディコンは欲しいかな。両方高い選手の方が、まあ、あの背負う場面がやっぱすごい多いんで、ね、うん、体が弱いセンターフォワードとかだと、はい、結構前からもう行けば潰せちゃうみたいなのがあるんで、ね、はい、体が強いあのセンターフォワード系の選手の方がいいねっていう感じで、まあ、ベンチもちょっとさらっと見せるんですけれども、まあ、こんな感じになってますね。まあ、ベッケンバーワーはまあ基本的に様々なポジションができる、うん、で言えばこ のあれで言うとクリバリがやっぱり C なんで、クリバリがこうちょっとゲボっちゃってなった時にマルディーニをこうクリバリのとこ持ってきてベッケンスタイル CB っていうのもあります、うん、であとあるのはアランは中盤のスーパーサブなんで、まあ、イニエスタかな主に。やっぱりこれはね、あの、ま、自分が 1-0 とか 2-1 で勝ってる時に出ますね。やっぱ中盤の層を厚くしたいっていう、うん、で中田は絶対クレフのところですね。このスパサブの控えなんで、ブライアン・ロブソンはあのイニエスタのところで迷うんですが、ね、これはね結構ね使わなかったね、オンラインやっていくうちに。なるほど。1枚ちょっと余ってたね。でインザーギは、トッティなんですけれども、まあ、より攻撃的にいきたいとか、自分がこうあのリードされてる形とかはインザーギ入れる、うん、でルメニが絶対もうバティのところに入れるみたいな感じで、まあ、こんな感じで一応スカッと組んでるんですけど、このアイコニックとかレジェンドの選手が多いんで、そうだね、まあ、持ってないよって方もちろんない人もたくさんいるだろうから、まあその代わりになる、代わりになって組むならばこういった感じになるかなということで、まあ、クルトワは通常でいいです全然。であのキーパーもどんなルームいるんですよ、これも通常でいいですはっきり言って、うん、あの持ってない人は全然。であのクリバリとあのルーベンディアスもあの多分持ってなかったらこれ全然通常でいいですっていうぐらい強いです普通に。持ってれば本当できれば FP の方がいいんですよ。 FP の方がいいんだけどね、それはね、あの逆もしかりっていうか、そうそうそう、持ってなければ通常でもいいけど持ってればそれは FP の方がいいよっていう感じですね。でアスピリクエタもこれ FP なんですけど持ってなかったら通常でもいいです。でやっぱりここに求めてるワンパなん でアスピリクエタを持ってなかったらチアゴシューバーもワンパ持ってるんですよ。とりあえずワンパ持ちのセンターバックっていうのを1枚配置しとくとかなり自己流にくくなる。でサイドのセンターバックはまあラモスとか、でラモスもねボディコンとフィジコンそれなりにね高いの見てほしいんですけど、さっきも言ったけどマルディーニ求めてるのがボディコンとフィジコンの高さって言ったと思うんですけど、ラモスも結構高いんですよ。でこれぐらいあれば結構いいです、ね。まあ、ラモスも、まあ、真ん中2枚の CB っていうかサイドのCB かなというところ でこれ育ててないんですけど、クリバリねやっぱりでかくてあのフィジカルが強いですよね。でルーベンね、この選手もあのアグレッシブス見てあのすごいですよね。やっぱ足も速いんで入れてると、まあ、ガチガチ系ですね2枚で。1枚の DMF はあの多分ビエラとか持ってない人だったらあのバリオスでいいかなっていう感じですね。まあここアンカーにしちゃうっていう話なんですけど、うん、だからここアンカーにする場合はあの 3CB で1枚サイドバックにしてもいいかもしれない、はい、まあ、アスピリクエタを、サイドバック右サイドバックにしてこの形でも多分あれこれやりやすいと思います、うん、こっちの方が、ね、あの、はい、アンカーだと下がっちゃうんで、そうだね、ビエラは上がってくるんですけどバリオスは全然上がらないんで、 その場合にはやっぱアスピリクエタかなんかをサイドバックにするのはありですね。でやっぱり2列目からの飛び出しで、あのニコロ・ザニオーロサブアカで紹介したと思うんですけど、やっぱり2列目からの飛び出しっていうのが大事なんで、でここのザニオーロが結構ガチですよ普通に、うん、あのイニエスタの方が確かにボールは持てるし小回り効くんだけど、ザニオーロはでかくてフィジカルボディコンが93で瞬発は97かな。ここはね俺ねワンチャンねザニオーロでもいいんじゃないかなっていうのは感じてる。で1枚カンテはあのねこれね全然 FP じゃなくて通常でもいいです、うん、はっきり言ってそれぐらい通常のカンテも強いんで。で OMF はロイスがまあ一番いいのかなっていうのが、やっぱりちょっとクライフに似てるその軽さっていうのもあって、であとはあのロイスはあのクライフにはないワンパワンシュー持ってるんですよ。クライフってワンパ持ってるけどワンシュー持ってないんですよね。こういった面でもワンパワンシュー持ってる2列目からの飛び出しで結構本当にあのクライフに近い能力値してるんで、持ってない方はロイスでもいいんじゃないかなっていう、まあ、あと公安が7なんでね、まあ、レジェンドでクライフ持ってないってなったら、はい、通常だとやっぱりロイスだってくるかなって感じですね。で2枚はインモビレとメッシなんですけど、やっぱここもあの一番最初に言いましたけど重要視してるのがワンパワンシュー持ちなんですよ、うん、でインモビレってワンパワンシュー持ってるんですよ、ね、バティストゥードとインモビレってプレースタイルは違うものの使い方は結構似てる。だからあの持ってない人とかはこれ FP になってますけど全然通常のインモビレとかでもいいのかなっていう気は
しております、うん、で1枚はメッシですね。ここももちろんワンパワン手持ち、これ HP になってますけど、これも通常でいいですね。このワンパワン手持ち持ってて、トッティは多分使いづらいって思う人もいるんですよ絶対、うん、ちょっと重さな感じで。メッシってね多分ね結構誰でも使える、だからむしろメッシの方がちょっと速い動きできるんで、うん、メッシの方が多分いいって感じる人もいるかもしれない。そうだねっていうぐらい、あのメッシでもいいかもしれない。これちょっと人の個人のあのあれによってなんですけど、まあ、特にやっぱり前の3枚意識するのがワンパ持ち、ワンシュー持ちっていうのを意識して組んでもらえると、うん、まあいいかなと。こんな感じで一応スタメンを組んでみて、一応サブも考えてきたんですけど、ミリトンがね、かなり足速いんですよ。うん、これ FP と比べても結構スピードと瞬発あって、ただビルドアップ持ちなんで、ミリトン置く場合は、ラモスのポジションとか、うん、アスピリクエタのポジション。で、アランはもちろんもう通常で、さっきの方のスカットにも入ってるんですけど、通常で全然いいよね。で、タンギヌドンベレの場合も、さっき DMF はあのバリオスにした場合、ここ右サイドバックにした方がいいんじゃないかっていう声が出たと思うんですけど、その場合例えばアスピリクエタがちょっと不調になっちゃったなって時に、このヌドンベレがね右サイドバックできるんですよ、うん、でしかもこれ右サイドバックやらした時にヌドンベレってあのワンタッチパス持ってるんだよね。この前目の数値はもちろん高いんですけど、こう後ろのスピード瞬発もありながら、ボディコンビジコンも結構あるんですよ。で守備的な能力も結構あるんですよね、うん、だからこれね、ヌドンベレをね右サイドバックに置くっていうのも一つ策ですね。まあ、これと同じようなことが言えるのがあのビダルとかね、はい、ビダルとかもワンパ持ってて、まあ、守備精度もすごい高いんで、そう、まあ、ビダルとかでもいいのかなっていう感じしますね。ちょっとだからあのビダルの場合はコマが5だったんで、まあ、今回ヌドンベレ採用したっていった感じなんですけど、うん、いくらでも会話結構聞きますね。であのドニー・ファン・デベイクはロイスのところなんですけど、これもワンパマッション持ってるんですよ。でデベイクの場合はやっぱクライフとかにない守備的な部分も高かったりするんで、あのハマる場合はハマりますね、カチッと多分、うん、でもう一人はマルシャル、これもワンパ持ちなんですよ。でこれはメッシュのところに置きたいんですよね。か最悪、買いとしてあの OMF のスーパーサブで入れたいなと思ったらロイスのところに送っていった感じです。で1枚はね、あの今回は俺のあのインザーギー入れてたんですけど、その前までずっとツパンサパ、ここはね結構悩んでたんですけど、サパタ、うん、これは本当に優秀でボール取れないからね。そうワンパ満身持ちなんですけど、チャロフと悩むんだけど、チャロフと一つ違うのが、うん、サパタはですね後半が6なんですよね。だからここ俺サパタ選んだ。あとサパタ事故る、そうあのむっちゃその CB とぶつかって大体サパタ勝つんで、殺傷能力がすごいっすね。そういった感じで今のその IM とかレジェンド持ってない場合で組むとしたら、まあ、こんな感じで組めるよということで、まあ、そのポジションに必要なプレイスタイルだったりとか、まあ、重要視している能力値とかね、うん、あのスキルの部分っていうのをまあ考えて組むと、まあ大体こんな感じになるのかなということで、うん、まあ、持ってる人もいると思うんですよ。もちろんそのレジェンドで、あ、俺ビエラ持ってるよみたいな、うん、だからその持ってないポジションにはこういう選手を配置するといいよっていった感じで、ね、まあそうですね、あの今回はまあこういった感じのやつ作って、あ、まあ、新しい試みなんですけど、そうだね、やってみたんですけど、ぜひですね、あのこのね感じいいな、これためになるなって思った方はですね、チャンネル登録と高評価していただけるとすごい大変励みになるので、ね、よろしくお願いいたします。チョチョーサラボー。